はい、こんにちは。生成問題の基本的な感じですね。これ見て、なんか最初この左辺を全体として、まあ、N が8乗よりでっかいかちっちゃいかとかで場合分けして全部を2の、まあ、8乗でくるとか N 乗でくるとかってしちゃいたいような気にもなりますけど、なるかもしれないですけど、とりあえず、これ、計算できるもんなら、しちゃっときますか。2の8乗でくくればいいんで、2の8乗、括弧、1たす2の3乗って、これ9ですよね。で、3の2乗ですよね。で、これも平方数ですよね。で、まあまあ、2の4乗かけ3の2乗ですよね。ってことは、48の2乗。じゃあ、まあ、48の2乗足す2の N 乗が M の2乗って、2乗と2乗があるんだったら、あと3の積使いたいかなと。じゃあこれをこっちにこうしたつもりで反対に書いて、 M2 乗マイナス48の2乗が2の N 乗と。そのまま因数分解して M 足す48と M 引く48が2の N 乗と。じゃあ M足す48と M 引く48をこれとこれかけて2のべき乗にならなきゃいけないと。ってことは両方ともまあ0乗も含めて2のべき乗と2のべき乗じゃなきゃダメですよね。なんでじゃあこっちを2のじゃあ N 引く A とでもして、こっちを2の A 乗としますか。これでかけて2の N 乗で、こっちの方が明らかに M 自然数なんで、プラス40、あ、別に自然数じゃなくても、プラス48の方があるんで、でかいんで、N 引く A は、A よりでかいと、イコールにもならないと。で、じゃあこれ、文字が消えた方がいいですか。足し算して、あ、引き算して、96イコール2の N 引く A 乗引く2の A 乗で、こっちの指数の方がでかいんで、これが2の A 乗でくくれて、2の N 引く 2A 引く1と。で、96っていうのは 48×2 だから、2の5乗かけ3ですよね。これが2の5乗かけ3。で、これ、N-2A は0よりでかいんで、まあ、ゼロにもならないんで、これ偶数です。あ、偶数引く1だから奇数ですよね。奇数。ってことは、これが3。で、こっちがもうそのまま A イコール5ですよね。なんで、2の N 引く10、N 引く10引く1が3と。2の N 引く10乗が4なんで、N は12と。ということで、N が12と求まって、そしたら M は、こっから出した方がいいですか。こっからもう、ここが12と5だから、7と5なんで、今度はこれ足し算すれば、2M が2の7乗足す2の5乗は、2の5乗括弧2の2乗足す1。じゃあ2が1個消えて、M は2の4乗かけ5。なんで、80と。ということで、80と12だけが答えとなります。じゃあ以上です。ありがとうございました。おかげさまで、本第1弾、第2弾、第3弾、すべて10版出題ありがとうございます。で、この第2弾のブルーバックスの大学入試数学100選の、構成を手伝ってくださったのが、私の動画のコメント欄に、回答を寄せてくださっていた、PC 三太郎さんという方が、動画の回答、解説を丁寧に PDF にまとめてくださったものをノートで、第1弾200選を発売したところ、好評につき、第2弾の、50選も発売しております。そちらはノートなんで、電子の特徴として、ワンクリックで解説、動画にも飛べて、非常に使いやすくなっているので、ぜひそちらも概要欄から購入よろしくお願いします。